鬼奴と青い武将隊のひなひめと申しまする。どうぞよろしゅうお願いいたしまする。さあ、これより皆様には我々青い武将隊のグレート演舞をご覧いただきます。演舞の際もう撮影可能でございまするがゆえに、もうご自由に写真や動画をお撮りいただいて、あとね、手拍子などをして共に盛り上がっていただけたら嬉しゅうございまする。さあ、では演舞の前に皆様にお願いがございます。一つ目、演舞では刀や槍を使用いたしまするがゆえに、この囲いの中には入らないでください。二つ目、演舞中皆様のところに槍が飛んでしまうかもしれませぬ、ご注意くださいませ。三つ目、流行り病の感染拡大防止のため、大当てマスクの着用をしっかりお願いいたします。4つ目、人と人と程よい間隔を空けてご覧いただきますようよろしくお願いいたします。最後5つ目、本日多くの方にお集まりいただいておりますがゆえに、最前列から2列目までの方、しゃがんでご覧いただきますようよろしくお願いいたします。しゃがんでご覧になるのが辛い方、まだ左右も空いておりまする、見やすい位置にご移動よろしくお願いいたします。さあ、それでは皆様から向かって右手側、あちらから武将様が入場されます。武将様が入場されましたら、大きな大きな拍手をお願いいたしまする。それでは我々グレート家康公青い武将隊の演舞、最後までお楽しみください。どうぞ。味方の士気を盛り上げた。いろいろ
恐れをなすな。仏罰はそれがしが引き受けた。徳川家臣中人品最も高し言われた我の名は榊原康政、ここに推薦。たりとも傷つかず家康公の御ため、この手に握るは天下三名僧が一つ、今後聞く。はあ、我が槍に切れぬものなし。我こそ徳川四天王にして戦国最強、本田栄八郎忠勝、押してまいる。三河の大旗頭、わしの太鼓の音は三方を鼓舞し、武田の軍をも退けた。わしこそ徳川四天王が筆頭、酒井忠次、ここに着陣。恩義江戸、恩義浄土の我が信念、幾度の苦難を乗り越えてついに掴んだ天下太平、皆の笑顔が我が宝。400年の時を超え再び燃える三河武士、我こそ江戸幕府初代将軍徳川次郎三郎家康。いらっしゃー、プレート家康公、青い武将隊。
正面。三河日の本を盛り上げるべく蘇ってまいりました岡崎の武将隊でございます。平日は観光案内、土日祝日には演舞を行っております。もういつでも何度でもお越しくださいませ。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。いや暑い中こんな暑くなって本当にいい天気だったわな。本当にありがたいことないですね。もう、はい、いや4月の岡崎も楽しいことがたくさんあるんだけどもな、はい、殿お何やら来週ですかな、殿が西の国で何やらやられるみたいですな。そうなんだよ、今ちょうどね、偶然ね、なんとね、こんなところに手元にチラシが届いてね、はあ、はい、その名も神戸清盛隊10周年記念公演、14年のスワローテイルに出演させていただきます。はぁ、あ、出演と申しますと、なこの神戸清盛隊という方々は西の国で今ご活躍されてるんだけども、はいはいはい、この方々が立ち上がって現世によみがえってなんと10周年を迎えた。なるほど、この記念といたして舞台、はい、舞台じゃない演劇である、この演目を樹齢4年のスワローテイルというね、う演目を演劇まとまってないですね。考えてます。演劇、演劇、舞台があるんです。舞台するんだ。はいはいはい、そこに、はい、わしが徳川家康がお呼ばれしまして、いやでも平家物語のことですから、はい、徳川家康子は出られないじゃないですか。徳川家康という役はない。はあ、そのも誰かを演じるということですな。ちゃんと中にね、出演者情報って載ってんの。はい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 、徳川家康って書いてある。あ、そうだ。そう、ちなみにどなたの役をやられるんですか。我らがご先祖源義経様役です。おお、すごい。牛若丸様。そうなんだ。はい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 、まあ、みんなね、平家物語って学び屋で学ぶと思うわ。はい、あの祇園精舎の鐘の声って、はい、あの平家物語は史実だけ並ぶと、なんか平家というお家が盛り上がって衰退するっていうお話でしょ。はい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 、それだけしか知らないと思うんだわ。はあ、さあ、この中でも平家の方々はこんな思いとか、はあ、こんな正義があって、こういう時代を経てこんな流れになったんだよという人間模様をね、うん、みんなに知ってもらおうじゃないかという平家物語の舞台である。はい、これちなみにその見に行きたい人はどうしたらいいんですか。見に行きたい人は、まあこのチラシからもご購入先が書いてあるんだけど、はい、なんとわし徳川家康からのチケットってのがあります。あ、なるほど、なるほど。ここから買うとわしから買ったことにはなりません。はいはいはい、どうすればいいですか。わしから買うってなると我らのグレート家康と青い武将隊のツイッターがござるんだね。なるほど、ツイッターの一番上にこっから買ってねって書いてある。ああ、なるほど。じゃあ我らのツイッターの方を確認して、殿の予約ページから予約をすればいいですな。そう、なるほど。今これどれくらいいる、何人くらいいる。まあ結構いますよ。200くらいいる、はい、そうですね、そうですね、もう見上げてくれてます。ちゃんと数字見ときます。ちゃんと予約の数字を見て、いや全員が買うわけじゃないですからね。違う、まあでも殿のね、舞台ね、ぜひ皆の衆にもね見に行ってほしいですけども、じゃあその殿の魅力がどれぐらい伝わっておるかなと不安なところでございます。ですから、いやいや全然多分まだ今ただ番宣してる人みたいななってますから、かここから殿の印象を良くしなきゃいけないので、もう一曲演舞をご披露いたしましょう。会えるか。はい、おいよ、どうしよう。これによってみんなが買ってくれるかどうか変わりますよ。よし、気合入れとこ。気合入れとこ。いくよ。それが良ければね。じゃあみんなと共に踊るあの曲いくよ。はい、アッパレルヤー。声が舞台大丈夫ですか。みんなで楽しみたいっていう気持ちがここまで出てた。なるほど、なるほど。この後お芝居される人っていうのではちょっと不安が残りますけどもね。アッパレルヤーってなられてると、義経様の時はあー出さないから、それ多分あの兵器に怒られますから、行きましょうか。アッパレルヤ行こう。もう早速行こう。はい、行きましょう。行くぞ、アッパレルヤー。
松がこんなで声からして頑張ってる。ね、みんなも全力でこの場を楽しんでください。まだ売ろうとしてます。大丈夫です。とりあえず集中しますよ。いつやってみよう、あんなこともこんなことも、もう結果なんてさ気にしないでさ、気にするよ。一番簡単な部分、親指出してアッパーレルヤ、これね、この動き一番簡単です。簡単ですね。一番最後に来るもんで、みんな親指だけ用意しといて、いくぞ。語り合ってみよう、あんな人とこんな人と、もう立ち払ってさ気にしないでさ、問いに行くと同じ体勢
います。ありがとうございます。いや大変盛り上がりましたな。みんな楽しんでくれたな。はい、ということはお、みんな舞台に来てくれるんじゃないですか。お、あ、ちょっと固めてくれた。まだ今予約した人はいないと思います。あ、そうかそうか。この後にね、まあ、予定と、はい、まあ、にらめっこしながら予約してくれる人はしてください。絶対楽しませるからな。はい、うん、ぜひとも来ていただきたい。それでは最後拳を掲げよう。グーじゃ。よいか、みんなで勝ち時をあげるぞ。はい、殿が、あ、殿が、あ、わしが殿が勝ち時じゃストレートをおっしゃったら、えいえい、おお、と見たびじゃ。3回やるぞ。しかし現在新型コロナウイルスが再び猛威を振るっておると。会話の中で皆で声を出してしまえば感染拡大につながる恐れがある、故に皆は声を出さず動きだけで見たびじゃ。よろしいな。皆の分まで声は我ら6名が出してまいる。はい、そのようによろしゅうお願いいたします。それでは殿お願いいたします。わしが殿です。覚えたかな。覚えました。やっと覚えました。お主は今、ああでは皆の主、改めて拳を掲げよう。よし、ここに集いし皆のご健勝、ご多幸、そして疫病退散、なおかつ本日岡崎を楽しんで、なおかつ来週舞台を見に来てくれることを祈願し、勝ち時を挙げ参る。勝ち時だ。それえいえい、おえいえい、おえいえい、おありがとうござった。逆光という逆境に立ち向かってこそのな。はい、それでは参るぞ。皆の衆、前方の者たちよ、我らのかっこよき姿をしかと収めるがよい。時間がないので参ります。はい、はい、まだですか。参りまするぞ。5、4、3、2、1、はい、ありがとうございます。悟ってますので。今これ話したばっかだろう。ああ、すいませんでした。どうぞ、温めておきました。わしの伝部で温めておきました。ケツじゃ、ケツじゃ、おぞ、通称。さあ、お寿司をお取りくださいませ。あ、お待たせ。